新しい検証結果が出たのでまたお伝えしようと思います。はい、皆さんこんにちは。眠っているあなたの本当の声を引き出すボイスコーチひろよです。さて今日はですね、低い声を出すためにすごくいいトレーニングというのをねお伝えしていこうと思います。低い声というのは、まあね、歌ってる時、女性の場合は歌っている時に低い声が出ないって悩まれている方っていうのが意外と多いんです。私の生徒さんの中にもですね、高い音はまあ割と出るんだけど低い声が出なくて格好が悪い、まあ、特に歌の出だしって結構低めの音があるんですよ。なんかゴーみたいな声になっちゃってっていう人がいて、その低い声をきれいに安定的に出すためにはっていうのに役に立ちます。プラス男性の場合はですね、まあ、むしろ高い声には悩んでいるんだけど低い声に悩む方っていうのはですね、低い声が出なくて悩む方っていうのはやっぱり普通に喋ってる時ですね。特にやはり男性っていうのはですね、まあ年齢も上がって地位も上がっていくっていうところがある時にですね、なんかキャンキャン高い声ってちょっと説得力がないっていう風に、まあね、あんま男女差別はしたくないんですけど、まあ男性的って言うとやっぱり低い声って感じですよね。私は結構低い声も出るんですけど、その方がこうなんていうかね、部下もね納得するみたいなことがあるので低い声が出したいんですっていう風に悩まれてると。まあちょっとねシーンは違うんですけど、やはり低い声っていうのはね、それなりにやはり価値のある声なので、その、練習方法というかね、エクササイズの方法について新しい検証結果が出たのでまたお伝えしようと思います。でこの練習はですね、エッジボイスとか、英語のではボーカルフライと言われていることもあるんですけど、というね、声の出し方、まあ双方の名前としてはボーカルフライなんでしょうね。エッジボイスっていうのはこうなんか練習方法の名前かなと思うんですけど、以前ですね、今現在49万再生回数だったかなになってる、ありがとうございますになってる動画がそれなんですけど、それを見てない方もいるかもしれないし、これが実は低い声に役立つっていうことだったので改めてねまた動画を撮るということになったんですけど、それはどういうのかっていうと、あーっていうやつです。でこれ真似してくださいね、はい、っていうと大体の方はできるんです。やったことないんだけどとか、子供の頃そういえばやったかなとか、こういう変な声ですの子供って好きだからね。でこれは実はまあエッジっていうぐらいですね、声帯のまあ端っこをこう震わせてるような状態なわけで、声帯をこうトレーニングするってなかなか実は声帯のみを何て言うかな、あまり疲れさせずにトレーニングするって結構難しいんですけど、これは音の割には全然辛くないんですよ。ってやつですね。でこのなんでこの検証結果が分かったかっていうと、この先ほどの高い声は出るけれど低い声が出ないという女性にですね、これをやってもらってたんです。それで彼女はちゃんと、折につけ結構やってたらしいんですね。でもできなかったんです。あ、そうそう、一番初めに彼女はできませんでした。どうやってんですかみたいな、ガーみたいな、はーみたいな声だったんですよ。でも一生懸命こうまあ、他の動画とかも探したらしいんですけど、そしたらね、寝起きにやるといいですよみたいなことがなんかどこかにって言われていたらしくて、で彼女は寝起きにそれをやったらできる日もあったと。だからまだ喋らない時ね、起きてすぐの状態ででやったら、あーっていうのができて、でだんだん感覚がつかめるようになって、まあ、普段でもできるようになった。でそれからちょくちょくそれをね、あーっていうのをやってたんですって。そしてまあ歌のレッスン定期的に来てるんですけど、結構最近ですね、低い声が綺麗に出るんですよ。かつ音程もいいみたいな、すごいね、よかったねっていうふうに喜んだんですけど、彼女はこれのせいかもしれないって言ってくれたんですね。これは声帯をこうまあトレーニングというかリラックスさせたりする効果もあるし、トレーニングにもなるのでいいよっていうのももちろん教えてたし、まあ、この YouTube の中でも言ってるんですけど、それが低音に効くのかっていうのはね、私はもともと低音が出ちゃうせいなのかあまり気にしてなかったんですけど、この彼女からのね
その報告によって分かったので、もしかするとですね、ちょっと皆さんもこれやってみて低い声が出るようになったらね、ぜひコメント欄に書いていただきたいんですけど、そしたらねみんな嬉しいじゃないですか、低い声が出なくて悩んでる人にとっては。はい、でまあ簡単にだけを多分49万再生回数の動画では言ってるんですけど、まあもう一個ちょっとプラスして、これがまあある程度できる人はこういうのもいいですよ。ああみたいね、ああとか、それからもう一つはああってするんですね。普通の声にするあから、あーあーこれあーみたい。これもねやると、あのよりねしっかりとこう声帯を動かしていくこともできるので、まあ、できない人はまず寝起きにやって、感覚をつかんでいってほしいんですよ。これって本当に説明が難しい、なんていうか力を入れない、入れちゃうとあーってなっちゃうかね、入れないんですよ、抜いてるの、あーってめちゃめちゃ力を抜いてるんですけど、あーなんかここがなってるみたいな、本当にごめんなさい、これうまく説明できないんですけど、できる人は先ほどのようにあーみたいな、高いとこからあーとかあーとかね、うん、これ2つの、できない人は受け抜けにっていう、でできる人は今のようにっていうね、もうやってみていただけると嬉しいです。それではね、気に入っていただけた方はぜひともチャンネル登録の方をお願いします。そして私のメルマガの中ではやはり詳しいことをお話ししたり、最近はちょっともっと深い、あの精神的な話とか、それからまあやっぱり私に直接会うと、あちょっとレッスン的なことをするだけでもグッと変わるので、そういった企画とか教材とかもありますので、気になる方はぜひとも下の説明欄からメルマガ登録の方もお願いいたします。それではまた。